初代マクルズフィールド伯爵トマス・パーカーはイングランドの保育党政治家スタッフ,フォードシャー州リークの弁護士であった同盟の父の子として同州に生まれたアダムズグラマースクールとケンブリッジ大学トリニティカレッジで教育を受けた結婚相手のジャネットキャリアはウィリアム・アンソンの妻イザベラと姉妹であったがこの夫妻の間に初代アンソン・男爵 ジョージ・アンソンが生まれており、パーカーはアンソンの義理のおじにあたる。1691年に放送資格を得、1705年に会議員となってナイトに除された。1710年には大法官への就任要請を、バンだが、ツ密院議員に加えられた。また、1710年から1718年まで、大座部主席判事を務め、 ヘンリー・サシェ・ベレルに対する告発に関わった。パーカーは、サシェ・ベレルや公共会派の聖職者たちを激しく攻撃した。パーカーはまた、1720年代に議論を呼んだ、風刺に満ちた著作、八の偶話で知られる、バーナード・デマン・デビルの友人であった。パーカーは、1712年に、王立教会フェローとなった。また、出身地のリークにグラマースクールを創設した。 1714年、パーカーは、マクルズフィールドのパーカー男尺として受尺され、貴族の列に加えられた。マクルズフィールド伯爵1714年8月1日、アン・ジョが崩御し、後継者とされていたハノーファー選帝校、ゲオルク一世は、ハノーファーの地にあるという状況の下で、パーカーは、ゲオルク一世が状況を知って、王位を継承するまでの間のつなぎとして、 グレートブリテン及びアイルランド、並びに海外領土の失勢に指名された。失勢期間は9月18日まで続いた。1718年、パーカーは英語が話せなかったジョージ一世に代わって貴族院における国王演説を行った。1718年、パーカーは大法官となり、終身年金を与えられ、国王ジョージ一世のお気に入りとなっていた。 1721年にはマクルズフィールド伯爵とパーカー死爵に除された。1724年には金銭状の不祥事に巻き込まれたが、1725年まで大法官の地位に留まった。1725年にパーカーは弾劾され、貴族院において裁判にかけられた。パーカーは総額10万ポンド以上の賄賂を受け取っていたと全会一致で認定された。 この結果、罰金3万ポンドが課され、パーカーはその支払いが済むまで、ロンドン島に留置された。合わせて、水密院議員の職も解かれた。パーカーは、とてつもなく裕福で、おそらくは不正蓄財の結果であったかもしれなかったが、不正蓄財が没収されたために追徴された罰金は、支払うことができなかった。パーカーはその後の予定を、ほとんど、 オックスフォードシャーシューシャーバーンのシャーバーン城で過ごした。失脚後の1727年、パーカーはアイザック・ニュートンの葬儀において、棺側川付き添い人を務めることができた。1732年、ロンドンの双方スクエアで死去した。没後、シャーバーンに埋葬された。ありがとうございます。